日本関東地方東京都江戸川区東小岩東。小岩は東京都江戸川区の町名。現行行政地名は東小岩1丁目から6丁目。郵便番号は133-0052周辺の西小岩、北小岩、南小岩を含め小岩と総称することもある。隣接する地域は北は北小岩1.3丁目。東は江戸川を挟んで海岸に。 千葉県市川市市川南、南は北篠崎、西は南小岩2.3、8丁目。江戸川区北東部に位置する。地区の東辺を流れる江戸川で千葉県と隠し、西辺を東京都道307号王子金町江戸川線で南小岩と隠す。また、北辺は総武本線及びその二重道路までを含み、伊北は北小岩である。 町域の大半には、主に住宅地からなる、市街地が広がる。なお、町域内に、鉄道駅は存在しない。東端の江戸川河川敷は、小岩緑地帯と呼ばれる。また、江戸川によって隔てられている、千葉県市川市との間を連絡する橋は、総武本線、江戸川橋梁のみであり、その他の道路橋等は存在しない。ただし、北へ100メートルの地点には、 一川橋が存在する。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、東小岩6の8の9の地点で33万8000円、平方メートルとなっている。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、江戸川区では、 学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。最寄り駅は、町域の多くの地域は JR 小岩駅だが、北東部は江戸川駅となる。地区南部の東小岩1丁目などは、最寄りの駅から 1km 以上離れた鉄道空白地帯となっており、同区域では路線バス等により、篠崎駅などの利用も可能である。小岩駅、 京成小岩駅、篠崎駅、水江駅、市野駅、新柴又駅、金町駅との連絡がある。AB、町長名別世帯と人口、年齢別人口報告。江戸川区。2017年12月13日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月13日閲覧。市外局番の一覧。 総務省、2017年12月13日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、町長名別通学指定校一覧。江戸川区、2017年12月13日閲覧。江戸川区立小学校、学校選択制のご案内。江戸川区、2017年12月13日閲覧。江戸川区立中学校、 学校選択制及び学校公開のご案内。江戸川区。2017年12月13日閲覧。ありがとうございます。